とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、マイクラダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、新しい装備品入手しました。その名も、愛のスペル棒です。愛のスペル棒。そうですよ。愛のメダルを連想するよね。俺もした。これは絶対、愛のメダルの効果がついた弓だって思ったのよ。そして、見たとき、ちょっと驚愕した。お見せしましょう。愛のスペル棒。はい。どうですか？能力。範囲内の味方を回復する。あれ？これって確か、あったよね。俺の勘違いじゃなければ、これサブリューイングと能力一緒だよね。これはいらない。いらないよ。うん。で、さらに、威力も低い。これ、ショート棒のユニーク品なんで、威力が低いんですよ。8810から13214。これ、パワー165だよ。165だったらば、まあ、コンスタントに2万ぐらいは取ってほしいところ。なのに、この威力。ダメだな。これは使えないと思うよ。まあ、とりあえず、撃ってみると、まあまあ、矢はね、たくさん持てるよ。うん。矢の数はすごい持てるんだけども、こういう感じよ。こういう感じ。この威力。で、たまにね、これ回復が発動するっていう。これ使える？まあ、サブリューイングよりもいいところっていうのは、連射がそこそこできる。これぐらいの連射ができるのよ。なので、まあ、回復は多めに発動するかな。うん。まあ、一回使ってみようか。絶対耐えれないと思うよ。絶対耐えれないから。では行こうか。この先に確かね、4、5体いるのよ。そこで乱射してみる。おいおい、来た来た来た。え？回復して、2400ちょっと。無理だ、これ無理だ。結論、全然使えない。これはダメだよ。せめて8000ぐらい回復してくれないと、追いつかないもん。8000回復したところでも追いついてないからね。それを2200って、とてもじゃないけど、使い物にならん。まあ、もうちょっと連射が効けば、いや、良くない、良くない。ちょっと連射が効いたぐらいじゃ、無理だよ。オートクロス棒ぐらいあれば、まあまあまあ、いけるかもしんないけど。速射で変わる？いや、微妙だぞ。俺の連射方法が弱いのか？いや、これ限界だわ。これはどう使う？使いようが俺はちょっと思いつかない。まあ、速射入れたらいけるか。ちょっともう一回やってみよう。まあ、無理だとは分かってるけどね。来た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 、いっぱい来た。いや、無理。変更ついてるやん。変更ついてますよ。いや、回復しろ。回復しろ。おう、全然無理。結果。速射がついたとしても、ほぼ意味ない。ほぼ意味ない。回復量が2200って少なすぎるから、もう今現状のレベルでいくと無理だな。全く使い物にならない。うん。ということで、愛のスペル棒、これはやめた方がいいよ。入手しても使うのはおすすめしない。はい。まあ、とりあえず、今、5、6個かな？新しい武器見つけたので、他にもあると思うのよ。まあ、それも探しつつやっていきますので、はい、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。そいや！